タイ国民がワールドカップ出場を望んでいる。2026年のワールドカップからアジアの出場枠は 4.5 から 8.5 枠に拡大された。タイ代表は2大会連続でアジアカップベスト16まで駒を進めており、現在の FIFA ランキングは2010年以降最も高い101位にランク付けされている。国民のタイ代表に対する期待は高く、特に3月の韓国代表との2連戦では試合前から大々的なプロモーションを実施。代表チームのシンボルであるエレファントとタイガーを使ったコラボグッズを多数販売し、サッカー協会会長の誕生日には選手や監督が祝う写真が公開された。なお、石井監督は会長に日本製のアクリルスタンドをプレゼントしたとタイメディアが報じている。そんなタイ代表は21日にアウェーで韓国代表と1対1の引き分け、相手にシュートを20も放たれ、約 80% のボール支配率を許すも同点に追いつく奮闘ぶりを見せ、26日にはホームで韓国代表と激突。しかし前半にティーラトン選手など2人の選手が怪我で交代し、この試合は0対3で敗れている。これでタイ代表は予選の4試合を終えて1勝1分け2敗の3に。中国代表とシンガポール代表との試合を残しており、6月6日に行われる中国との試合がグループ予選を突破する上で正念場の戦いとなる。以下、この試合の石井監督に対するタイ人の反応をご紹介する。タイ人の反応。韓国との試合に負けて残念だが、私たちは最後までずっと応援し続けた。何も悲しいことはない。選手たちは一生懸命戦っていた。自分のスキル以上に落ち込む必要はない。2試合戦って勝ち点1を手に入れたのだから。石井が次のラウンドまで導いてくれるよ。今日負けたことに私は少しも動揺していない。国歌斉唱の時の私たちの監督の姿を見た人はいるか。日本人がメモを見ながらタイ国歌を歌っていた。こんなことをする人は今までいなかった。この光景を生で見て思わず泣いてしまった。石井は情熱を持ってこの仕事に取り組んでいる。この男は一瞬でタイ国民の心を掴んだ。みんな石井に力を与えてくれ。石井のことは応援している。たとえどんな結果になろうともこの人のことを応援する。彼の存在が本当に可愛い。サッカーだけでなく歌も上手だった。国歌の演奏中にスマホをいじっているのかと思った。でも違った。スマホを使ってるのは俺だけだった。私は石井おじさんのことが本当に大好きなんだ。タイ人の中には韓国のユニフォームを着てソン・フンミンを応援したり叫んだりする人がいた。韓国との試合は負けたけど、心を掴んだのは日本人の石井だ。こういう細かい配慮ができる日本人の感性は素晴らしい。誰か石井に永住権をプレゼントしてやってくれ。石井はタイのサッカーをあらゆる面で引き上げてくれる。チームを向上させようと常に勤勉で準備を怠らない彼がいれば、私たちはアジアのトップ10を目指せる。常に勝ち続ける必要はないが、大衆にサッカー文化を浸透させるチャンスが来ている。サッカー観戦が好きな会長は新人だし、監督もスタッフもまだ新しい。今日は負けたけど後悔はない。私はまだタイ代表のことを信じている。残り2試合絶対に勝とう。私たちはアウェーの韓国戦で明らかに消耗していた。左サイドバックのバックアップが必要だ。大丈夫、みんな頑張った。負けても勝っても君たちはタイ代表だ。韓国から勝ち点1を取れただけでもすごいですよ、石井先生。石井とマダムパンは停滞していたタイサッカーの流れを復活させることに貢献した。重要なのは国民全員がナショナルチームを後押しすることだ。そんな光景をここ10年は見ていない。女子のバレーボールもそうだけど、期待される状況で結果を残すのは難しい。褒めすぎると失敗する。選手はプレッシャーに慣れる必要がある。勝者を見つけるために競い合うスポーツで敗者が出るのは当然だ。前の監督に固執して11月に中国に負けたダメージが残っている。私たちには自信が必要だ。 J リーグのクラブと同等レベルの練習スケジュールを組み立ててくれ。私たちにはフィジカルが足りない。まるで K-POP のコンサートのような応援に反応しすぎて、私たちの選手はバランスを欠いたプレーをした。ティーラシンのようなストライカーが必要だ。彼に匹敵する選手は未だ見つかっていない。みんなで励まし合って次の中国代表との試合で勝つしかない。日本の偉人に私たちの復讐を手伝ってもらいましょう。私たちは石井ともっと遠いところまで行くことができる。石井がタイ人とのハーフであることは明らかだ。そしていつか彼がタイ代表をワールドカップへ導く監督となる。